プロゴルファー定信一平、定信一平さんが15日に亡くなっていたことが19日までに分かった。43歳だった。定信さんは今春に癌告知を受け、闘病生活を送っていた。告別式は18日に東大阪市内で終えられた。定信さんは大阪府東大阪市生まれ、10歳からゴルフを始め、大体を並小高卒業後、滋賀、信楽 CC での研修生を経て2年プロ転向。ツアー優勝はないが、地元大阪の読売 CC 開催だった5年、マンダムルシード読売オープン第3日に、史上22人目、当時のアルバトロスを達成した。